がね、素晴らしい復興しますように、公務員だけに労災はないからねそれではお腹に力を入れて、ね、町長と副町長の2人の分、そして仮設住宅に、ね、住まれている皆様の分まで思いっきりいきたいと思います。それではいくぞ、大変よいしょーダーお腹に力を入れていくぞ、大変ダーッ、はい、いくぞー、1、2、3、ダーッ、ありがとうございました。はい、もう一回一礼、はい、無病息災、家内安全、はい、今年1年間風邪ひきませんよー、わっしょい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 、まずセレズしよう、セレズ、おーわっしょい、わっしょい、わっしょい、
再会できればいいかな、皆さんと。で、部活は、まあ、笑顔で楽しくやれればいいかなっていうことです。会えない自分の同級生にもう震災ぶりに会えたっていうのが、あともう知ってる双葉町民の方々に声かけてもらえて、いろいろ頑張ってんだなっていう声かけてもらえるのが非常に嬉しかったです。笑顔増えたっすね、本当に増えたと思います。でこうやっぱり僕はもう、ね、だるま市だったらだるま市で年に1回の再会の場となってるので、やっぱり俺も今日ずっと一人でこう周り見てたんだけど、だるま市っていいなって自分でやってて思いました。これからね、まあ、来年もずっと続いていくと思うんだけど、やっぱりうちらがこうだるま市やるにはやっぱりどんどんその伝統っていうのを継承していかなければならないので、やっぱりうちの夢双葉駅にとっては若い人たちがどんどん参加してくれること、それと町民の方々がもう何だろう、もう震災からもう3年以上経ってて、それでこうみんなにこう自立してきてほしいっていうことは思います。まあね、うちらでもねこれだけできるんだよっていうのをみんなに見ていただきたい。まあ、それはもう若い人からね、まあ、年配の方々それぞれいると思うんだけど、絶対みんなやればできるんだから、そういうところを見ていただきたい。大変ね、伝統的な行事ですよね。非常にこう私でも双葉真岡の双葉会としても喜んでこう参加をしたわけです。しかもこうお店を出して、そして町民との触れ合いを保っていこうというふうなことで、大変素晴らしい参加の仕方でなかったかなというふうに考えています。今日私は今回お仕事あったのは一つの宝かなというふうに思っております。それぞれ あのボランティア活動しているあの団体とあのうんと触れ合うことができて、あのそういったさらにこう作ったネットワークがこう形成しつつあるなと思ってます。あの去年よりも皆さんの表情がですね、にこやかにこう穏やかになってきているということで、皆さんあのきちっとあの物事を分けて考えて、気持ちの上であの確実に自立の方に向かっているのかなという感じを受けました。まあ、心にはまだまだその重いものを皆さんそれぞれ持っていると思いますけども、あの先を見て歩んでいるような感じを表情から思いました。一番はやっぱりだるま市が一番人の出も多いし、お祭りとしては一番大きなイベントですよね。私たちはサポートですね、いろんな会場整備とか駐車場の案内とか、今年は一番多いんでないか、今までで、より人の出は。そうですね、あの双葉町でやってただるま市、みんな知ってる人はそれなりにあのチラシとかなんか見たらば来るんじゃないですかね。もうふるさとっていうか、私はいいですけども、子供なり孫なりが戻ってくるふるさとがなくなりますからね、なかなかそこまで吹っ切れない人は、今復興住宅なんかもこちらこちらと完成して少しずつは入ってると思うんですが、ここも結構年寄りが結構多いんでね、年寄りの人はやっぱ復興住宅を考えていると思うんで、まあ、高校に住んでる人がいる限りでは何がしかのあれはしなくちゃならないですからね。あのまんまの状態でこうだるま市が開催されてるような、ちょっとうるうるしてしまったんですが、家族のようなこうつながりになってるっていうのをゴンゴンゴンってこう来ましたね。なんかもあの地域の皆さんに声かけてもらって、いやエリ変わってないなみたいな感じで、もう嬉しかったですね。やっぱ何かを行動を起こさなくちゃっていう気持ちで、このイベントだるま市もいわき市ではありますが、やっぱ双葉のみんながこうやって協力してあの開催してるってことがすごく大事なことで、その人のつながりを大切にして、でやっぱり十人十色で一人一人できることできないことっていうのがあるので、私には私ができることで、栃木に住んでてもできることっていうことで支援活動は行っていきたいなと思うし、エリーナカフェっていう名前で
双葉町の交流会っていうことをまたやりたいので、それに皆さんにぜひ足を運んでもらったりして、やっぱり生の声でみんなでこう交換し合う、そして自分が何をできるのかとか、自分は何を助けてもらいたいのかとかってことを発信していけるようなことで、5年目はやっていきたいなと思います。今年はもうちょっとなんかこう一緒にやらせてもらってる感じがあるかなと思います。あんまり月命日に何としてもキャンドルを灯すってことが気持ちとしてあんまりないんです。なんかキャンドルを灯すことが大事ではなくて、灯せる空間というか集まりというか、追悼の灯火とかではなくて、少しでも楽しい一日をより多くの仲間たちと福島人たちと一緒になって作れるかどうかということが一番かな。もうここからいよいよ本格的に支援活動だと思うんですよ。もうそれをことさら声を大にして言っていく年かな。もう明らかに震災から3年経つと、通常だと仮設住宅ってなくなるしということが、どうやらここ福島では違うぞってことを日本中世界中に伝えていくっていう大切な年かな。やっぱりもうどんなことでもするので、支援っていうんではなくて、とにかく一緒に、少しでも一緒に長く楽しく福島の子どもたちのためにできることを、福島県民の皆さん全てと行っていきたいなと思うので、何でも言ってください。行ったり来たりし続けます。よろしくお願いします。お寒い中どうもお分かりいただきました。ありがとうございました。昨日京都双葉町の恒例のだるま市が大変天候にも恵まれた中で、盛会に、終わることができました。双葉町のだるまですけども、双葉っていうのはだるまっていうぐらいに大変有名にはなりましたんですけども、さらに、だるまを通して双葉町を皆さんに知っていただくと、まあ、こういうことでこれからのライブを催したわけでございます。双葉町、これから復興再生に向かって一生懸命頑張っていきたい、そのような思いも持っておりますので、どうぞ皆様方にもご理解の上、ご支援ご協力をお願いしたいというふうに思います。それでは今日は大変お寒い中集まっていただきましてありがとうございました。御礼を申し上げまして一言挨拶に変えます。ありがとうございました。